おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も幻想乙女のおかしな隠れ家続きやっていきましょうか。続きやるか。いやもうさ、続きやるのが怖くてさ、今もうまだ朝だよ。朝に撮ってます。ちょっと明るい時間に撮らないと、ちょっともう夕方になったら怖くてできないんで、早速ちょっとやりましょうか。どういう状況だったっけ。BGM が怖い。あれだよね、クッキーさん、あれクッキーがこう残骸になってるっていう状態か。あれあと寝るだけか、もしかして。何もすることない感じだったんだっけか。あとアイテムも交換し終わった？あ、交換し終わってない。じゃあアイテムを先に、カラスさんとカラスさんに、アイテムを先にカラスさんに交換してもらって、よし。で、これで、時計の中に入り、よし。で、小鳥にあげよっか。よし、パンくずが。おう、埋まった。あ、いいね、かわいい、このイラスト。で、パンくずは12個になったと。あと4つも空いてんのか。あんのかな、4個もさ。で、今、好感度は682、そのままか。で、多分あと寝るだけなんで、寝ましょうか。はい。そろそろ寝ようかしら。寝る。おやすみなさい。どうなっちゃうんだろうね。怖いよ。時計の音にビビる。お。なんだか眠れないわ。あ、何の音今の。なんか、あれだね。刃物をこう研ぐような音が聞こえる。ちょっと両耳イヤホンしよう。あ、怖い怖い怖い。なんか早くなってない？ベル君もしかして。なんかナイフ持ってたもんね。違うかな？ちょっと行くか。うわ、でっかくなった。あ、やっぱり。何してんの？ベルントはナイフを研いでいる。ベル、何やってるの？アンジェ、寝てればいいのに。いいじゃない。少し眠れないのよ。ところでそれ、ナイフの刃よね。まあね。どうして？この家では何も危険なことはないんだし、そんなことする必要ないでしょ？うわぁ。やっぱアンジちゃんがなんかしてんのかな。私の知らないアンジちゃんがなんかしてる可能性あるよね。ねえ、ベル。危ないし、そんなもの持っちゃダメよ。銃も必要ないでしょ。これは重要なものなんだ。手放すわけにはいかないよ。どうして？この家の中では使う予定ないでしょ。だったら必要ないじゃない。どうしても必要なんだよ。まさか。そんなことあるわけないわよね。でも、そういえば、閉じ込められてるって分かった時のベル、やけに冷静だったわよね。いつもなら真っ先に駆け出していそうなベルが。まあ確かに性格を考えればそうだよね。ついに、明日。サタデー。Died on Saturday。ああ、死んじゃうってことか。誰が死ぬんだ？アンジェちゃんが死んじゃうのか？朝ね。あれ、誰もいない。なんだか嫌な気分だわ。ベルはどこかしら。ほんとだ。妖精ちゃんたちも誰もいないんだ。こっちは？ああ、でも話しかけられはすんのか。ねえ、もうほんとに、左下怖すぎるんだよな。このさ、ダレンくんだっけ？このダレンくんの、
顔以外はみんななんかぽっかり目に穴が開いたみたいな、目ん玉がもうないよね、だってみんな。うん、ちょっととりあえず風船割っとこう。あとは特には何もないか。てか画面見づらいな。じゃあ行くか。あれ、ベル君いないじゃん。ベル、ねえベル、どこにいるのよ。なんだか嫌な予感がするのよ、ベル。アンジェ、アンジェ。うわ！びっくりした。シンシアちゃん。私のアンジェ、モンブランみたいにくるくるなアンジェ。怖い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 。ねえ、本当は分かっているんでしょ？彼はとっくに遠くへ行ってしまったって。気づいているんでしょ？何もかも本当の姿を取り戻しつつあることに。待って、マジで怖い。いや！素敵なパーティー、おかしなパーティー、本当の本当はおかしなパーティー。もうやめて。私は。え、ついてくんの、シンシアちゃん、こんなんでも？マジ？あれでも、ああでも血だらけだよね。ちょ、怖いって。びっくりしたー。てか音量が調節できない。ちょっとゲーム音を下げたいんだけど、どうしたらいいんだ。ちょっと待ってね。はい、ちょっと下げました。これ光ってるね。ちょっと見ようか。擦り切れた本棚がある。よく見ると見慣れないメモが落ちている。魔女アリス、キテラ。どういうこと？人を呪術で苦しめ続けた極悪非道な魔女だが、神聖なる教会の儀式によって処刑された。森の奥に隠れ家を作って住み、たまに幼い子供や狩人が迷い込むと。さらって食べていたという。終わり？え？アンジェちゃんのこと？ん？アンジェちゃんが吸血鬼じゃないのか？アンジェちゃんは、なんだ？あのさ、途中で童話の本って出てきたじゃん。童話の本で狼が出てきたでしょ？だから、なんか、アンジェちゃんとベル君どっちにもさ、あの、刃があるじゃない？だから、どっちかが狼で、てか、狼少年っていうのかな。で、あの、どっちかが吸血鬼だと思ったんだけど、今このタイミングでこの話が出てくるってことは、ん？あれ？アンジェちゃんが魔女ってこと？あれ？こんがらがってきたわ。とりあえずそっちの部屋に行けばいいのかな。あ、カラス？どうした？カラスくんに話しかければいいのかい？ガーガー！お得意さん！今日は大サービス！売れ残ったパンくずをプレゼントするよ！え、ありがとう。カラスさん、ありがとう。か、オイラはもうここを出なきゃならないんだ。だから選別さ。ここは危険だからね。危険？どういうこと？風の噂を聞いたのさ。この家に吸血鬼が現れるって。吸血鬼？そうそう、現れる。いや、もうすでにこの家には吸血鬼が住み着いていたのかもしれない。だからお得意さん、君も気をつけな。さて、お得意さん、最後の交換だよ。
え、お菓子交換したいけど持ってないよ。持ってないよ。ちょっと。か、マイドリー。後でまた買いたいです。か、じゃあまたここで待ってるよ。ありがとう。まだ多分ゲットできるよね。君、なんかあれ？ノアちゃんなんかぐしゃぐしゃになってない？もやもやになってない？ちょっと。うわー！あ、ちょ、びっくりした。素敵なパーティー。おかしなパーティー。本当の本当は、おかしなパーティー。あ、でも前回のあの、顔面ドアップの方が怖かったな。分裂されてもあんまり怖くなかった。で、サニーちゃんは未だにポーカーをやっているが、結局コイン手に入れられなかったな。うん、どっかでコイン手に入れられたのか？フラグを取り損ねたかな？汚い棚がある。汚い棚になっちゃったのか？この時計だけはずっとそのままだけどね。ちょっと探索しようかね。え、汚っ！ベッド汚くね？汚れたベッドが置いてある。うん、カレンダー。ソロモン・グランティ。これがだんだん絵が追加されてったけど、土曜日も出てきて、日曜日がない。うん。で、この棚じゃねえわ。クローゼットは特にないのか。あれ？調べられるところがもしかしてない？あれちょっと通れないし。え、こっち側も通れなくなってんのか。なるほど。何これ？クモの巣が張ってるわ。いや、見えてなかっただけで、本来の姿がこれなんだ。マジで、だってチョコレートの机も普通のただの机になっちゃったもんね。で、ここにでも別に何もないな。これは本読む？これは同じだもんね。うん。ちょっとこっち行くか。特に、うん、やっぱこの本だけだよね、擦り切れた本。放置して、ソファーは別に調べられなくて、棚もこっちも調べられないんだ。この鍵は？まだ取れない。あれ？じゃ、何もないか。かぁ。ああ、交換できそうなものはないよね。びっくりしちゃった。調べ終わったもんな、全部。うん。とりあえず、パンくずを渡しに行こうか。ああ、どうしよう。3つ埋まらなかったな。あ、もしかしてこの、なんか枠の色ごとにその曜日が決まってる？ってことは、これあれか、水曜日の分が2つ取り損ねてるのか？で、これが木曜日か、もしかして。あら。じゃあ、もうないね。じゃあ、カラスさんにはお礼を言ってさよならしようか。ああ、こっちから行けないんだった。シンシアちゃん、その姿でついてこられるのめっちゃ怖いんだけど。交換しません。うん、さよならします。それじゃあね、カーカーバイバイ、カラスさん。君が唯一の癒しだったよ。住み着いていた？どういう意味よ。だってここには、私とベルとシンシアたちくらいしか。うん。そうなんですよね。あら、あとどうしたらいいんだ？もう一回探索しようか。え？あ、でもね、びっくりした。ポーカーできちゃうのかと思ったよ、コインなくても。前はあんなに可愛い棚だったのに。うん。え、男の人形椅子に座ってる？ちょっと全然見えないんだけど。こっちとか？開かないわね。打ちつけられちゃってるわ。あ、シンシアちゃん何も言ってくれなくなった。もう、ただついてくるだけの、なんか自爆霊みたいになってるもんね。ん？なんだ？何かが軽くなったような気がした。これで缶がいっぱいになったわね。小鳥は嬉しそうにくちばしを開け、静かに歌い出した。あー、でも全部埋まってないけど。
この歌は？あら、なんだ、なんかキラキラしてる。じゃあちょっと一個ずつ。何かがキラキラと光っている。じっと眺める、そっとしておく、これに触れる。ちょっとじっと眺める。あら、これに触れる。じゃあ触れてみようか。うわ、やり直しってことかしら。あ、ちょっとじっと眺めよう。あ、音違う。うん、これが正解だね。で、これは？あー、全然違え。じゃあこれに触れればいいのか、この正しいやつに。はい。お、なんか今出てった。どういうこと？小鳥は嬉しそうな顔をしている。小鳥の歌を聞く、その場を離れる。ちょっと歌を聞こう。まあこれはいいや。あー、あ、分かったよ、分かったよ、もういいよ。この場を離れるってすると何も起こらないのか。結局682のままだったな。そして全部埋まらなかったな。じゃあ戻るか。おっと、これはサニー？うわ、え？か、隠し通路かい？でもそんなベッドのこんな真横にそんなとこに。ちょっと待って、セーブしよう。よし、行くか。はしごがある。どうやら地下へ続いているようだ。こんなところに地下があったなんて。ベルがたまにいなくなるのはここにいたからなのかしら。降りるか。びっくりした。おへおへへへ、あぶねえ。今のは何だったのかしら。ああ、危なくビビるところだったよ。いや、私じゃなかったらびっくりしてたよね。白紙の本には BRYPGW とだけ書かれてる。はあ、ちょっとメモした方がいい。ちょっとメモ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 帳ちゃん、メモ帳ちゃんがその場にない。あったー。なんて？もう一回言って。BRYPGW ね。OK。シンシアちゃんがここで死んだってことか。でもどうやって？やっぱりアンジェちゃんか。おー、なんですか？本を入れ替える、その場を離れる。あー、ん？ B？ なんか関係あるかな、これと。B ってなんだ？ブルーか。ブルー、レッド、イエロー、ピンク、グリーン、ピンクじゃねえか。パープルか。グリーン、ホワイトの順番に並べ替えろってこと？このなんか、いろんな色のやつを。どの本を入れ替える？黄色の本と、黄色の本ね。あとはどの本を入れ替えようかしら。ちょ、青の本入れ替えて、まだ入れ替える。レッドか。黄色の本と赤の本入れ替えて、そっか。緑の本と黄色の本を入れ替えて、Go to South？ ん？で、紫、緑、白だから。あ、これでいいんだ。Go to South。これでいい。お。何やら音がした。あら？うん。文章になってる？うん。Go to South。South って南だよね。じゃ、そのままこう？お、よく見ると壁のあたりがへこんでいる。
押してみる、やめておく。ちょっと待って、一回探索させて。他を探索したい。特にはないのか。これは？あ、これソロモングランティ。あ、でも調べられないわ。あ、これも調べられない。あ、これも調べられない。アンジェちゃん、調べる気ないでしょ、何も。うん、汚い棚がある。あ、じゃあ、やっぱそこに行くしかないのか。ここか。押してみよう。はい、おお。なんと壁が回転し、階段が現れた。まさか、こんな場所に隠し通路が。え、行くの？うわ！え、扉がある。どうやら鍵がかかっているようだ。これは、まさか、外へつながる扉？鍵、どこかで見なかったかしら。ああ、見たね。ああ、びっくりした。上登って、あれだよ、ずっと気になってた何かが落ちているっていう、これでしょ。この鍵でしょ。鍵が落ちている。外への扉の鍵を手に入れた。これだわ！よし、行くか。あれ？動けない。あ、動けた。よし、行こう。よし、降りるでしょ？で、とりあえずここでセーブを、あー待って、セーブしたいんだけど大丈夫？ついに、ここから出られるのね。あ、ちょっと待って、え？何？あ、もう出た？ちょっとセーブしたかったって。は、あ、ベル君！アンジェ、そこで何やってるの？あ、ベル。あ、怒ってる。ベル、これ見つけて。外への扉の鍵をベルントに奪われた。あららららら。ら、どうしてアンジェがこれを持ってるの？こんなもの、アンジェには必要ないだろう？どういうこと？どういうことって、何が？ねえ、返してよベル。それがないと外に出られないのよ。外？吸血鬼の特徴。外になんか出る必要ないだろ。困るんだよね。こんな場所どうやって入ったのさ。これじゃあアンジェが外に出ちゃうじゃないか。え？独特の目。まあそうよね、独特の目してるもんね。出る？ねえ、まさか私をこの家に閉じ込めたのって。鋭い牙、尖った耳。アンジェ、吸血鬼伝説って知ってるよね。え？吸血鬼はこの村に害をなす恐ろしい存在のことさ。去年も現れた。そして吸血鬼は大量殺人を繰り返し、挙句の果てにこの村の人間を一人吸血鬼にして去っていった。だからこの村には今も一人だけ吸血鬼が潜んでいるんだ。誰にも内緒でこっそりと。でもさ、血に飢える。ねえ、そんな秘密の話、僕がどうして知ってるかわかる？え、ベル君が吸血。え？うん。え？ベル君今可愛い顔したよ。ちょっと、え？何してんの、アンジェちゃん。は？え？は？ちょっと待って。
調べられないね。ちょっと待って。は？待って。え、ベル君調べるの怖い。どうしよう。でもベル君調べるしかない。は！倒れている。鍵を手に入れる。外への扉の鍵を手に入れた。アンジェ。怖がらないで。外に出たらダメだ。君は、はっ、アンジェ。血が抜けている。もう動かない。やっぱりアンジェちゃんが吸血鬼なんだ。待って待って、ベル君、どうすればいいの。外へ出る。何これ。うわっ、びっくりした。はあ、彼らにとっての月は赤い。赤いね。真っ赤な月。吸血鬼だ。吸血鬼を見つけたぞ。捕まえろ。処刑だ処刑だ。皆様、ご清聴ありがとうございました。これでこの物語はおしまいでございます。マーじ？おや、不満といったお顔をされておりますね。当たり前だろ。なーに、心配は無用でございます。終わりというものは始まりと同一なのです。旅の終わりを迎えたら、そこは新たな始まりでもあるのです。ご理解いただけませんか？大丈夫。劇場の入り口に戻っていただければ、すぐにお分かりになりますよ。さあ、行ってらっしゃい。新たな始まりの幕開けでございます。え？どういうこと？ってこと？アンジェちゃんを止められるかもしれないってこと？ちょっと待って。ん？わかんない。ちょっと、え？とりあえず待って。時間がすごい長くなっちゃったので、今日はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。うわー！では、次回から、こちらでニューゲームしていきたいと思います。おつぴよです。